解説講師は澤田でした。本日もご来場のご声援誠にありがとうございました。なお明日も京セラドーム大阪で読売ジャイアンツとのオープンゲーム交流戦が行われます。プレーボールは午後1時を予定しております。明日はデーゲーム午後1時の開始予定となっております。ぜひご来場ください。お帰りの際には足元に十分気をつけて、またお忘れ物がなさらないように十分にお気をつけください。明日もたくさんのご来場をお待ちしております。ありがとうございました。